どうも、豚です。プレイステーション、悪魔女は年代記。悪魔女はドラキュラのアレンジモードを攻略します。今回はステージ4からです。では、スタート。アレンジモードはダメージを受けても後ろに飛ばされません。そのおかげでオリジナルモードよりも難易度が下がっています。おりゃ、あれ。緑色のネバネバしてそうなものは、そのまま通ろうとすると、ヌメッと押し返されます。壊せば普通に通れます。この時コウモリがこっそり近づいているので、一緒に倒します。ステージ4ではコウモリしか出てきません。起動を呼んで確実に倒します。ここで天井の岩が落ちてくるので当たらないようにします。ここでしゃがむと王冠が出てきます。ただ急がないと消えてしまいます。ああそんな、まあ別に取れなくても悔しくないです。ここからステージ5です。右か下、道が2つに分かれています。右には大したものもないので下を進んでいきます。ここで左端に立っていれば宝箱が出てきます。オギでランは出てきて一旦停止してから突っ込んできます。突っ込んでくる前に倒します。ウツボが2匹飛び出してきますが、ジャンプで避ければ自滅してくれます。何しに出てきたんだか。あ、見えてなかった。ホワイトドラゴンは火の玉を鞭で消しながら頭を攻撃します。無視して下へ進んでもいいんですが、上に用事があるので頑張って倒します。ふう、手こずらせやがって。この先へ進んでいくとジプシーが現れアイテムをくれます。欲しいアイテムを攻撃すれば落としてくれます。あとジプシーを攻撃するとアイテムを変えてくれます。お肉を所望します。ちなみに8回攻撃すると何にももらえません。待っているとイカダが流れてきます。イカダに乗ったらしゃがみます。そうしないと途中で引っかかって落ちます。やらしい罠です。ライオン像は火を吐いてくるのでさっさと破壊します。ステージ6です。ここからイカダが傾いたり小さくなったりするので落ちないように左右に操作します。また半魚人も攻撃してくるので飛び出したところを倒します。真下から飛び出した場合は諦めます。でもアレンジモードなのでそれで落ちることはないと思います。半魚人がいなくなってスクロールがゆっくりになったら左の足場に飛び移り、そのまま A と足場を移動してイカダまでたどり着いたらボス、スカルドラゴン戦です。スカルドラゴンの弱点は頭。尻尾でイカダを傾けたり、炎を吐いて攻撃してきます。攻撃すると頭が引っ込みます。引っ込んでいないと炎を避けることができません。言うてもアレンジモードはゴリ押しでなんとかなります。
今回はこれで終了です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。